こんばんは、モルゲンです。今日は YouTube のチャンネル登録者数の方が10万人を突破したということで、記念に皆様の質問に答えする動画にしていきたいと思います。インスタグラムのストーリーの方でいくつか質問を募集させていただいたので答えていきます。ブロッコリーとカリフラワーどっちが好きですか？さすがにカリフラワー。好きな天ぷらは何ですか？かぼちゃです。何専攻してますか？芸術系です。シンゴジラ第何形態が一番好きですか？第2形態です。人生で一番の挫折はありますか？中学校の体育の授業でマット運動があったんですけど、倒立前転っていう技があって、それができなかったこと。この世で三輪車か竹馬しか乗れなくなったらどちらを選びますか？竹馬です。好きなコーヒー産地教えてください。タンザニアです。好きな縄跳びの跳び方は何ですか？サイドクロスです。裁判傍聴行ったことありますか？小6の時にめちゃめちゃハマってて、いろいろ連れてってもらってました。なんで高校を辞めたんですか？私が今通ってる大学、学部がその芸術系なので、なんか入学するためにあんまり偏差値とか学力が必要なくて、高校3年生の初めぐらいに辞めたんですけど、その高校3年生の1年間みんなと同じペースで一緒に勉強したり授業を受けてるよりかは、その時間バイトして学費を稼いだ方がいいのかなと思って辞めました。高卒認定を取って大学受験しました。見つけたら話しかけてもいいですか？全然全然、ぜひぜひぜひお写真とか撮らせていただきます。一旦一つ聞くか。マジ？うん、やったー、はい、いただきます。あ、食うかとか言っちゃった。食べる食べゆう。もういただいちゃっていい？美味しいね。頑張ってください。ありがとうございます人生に影響を与えた映画を教えてください。これまでに結構動画の中でお話ししてるものだと、それこそ大和勇輝監督の作品とかですかね。岩井俊二監督、スワローテイルとか、なんだろう、タルコフスキーのノスタルジアとかです。モルゲンちゃん大好きです。ネイルがいつも可愛くてお揃いにしたいです。見せてどうぞ。見えてるかな、なんか写真とか貼っておきます。ありがとうございます。生きてることを実感する瞬間は、転んで血が出たりしたら、おお生きてるってなります。なんか血赤みたいな思います。座右の銘知りたいです。人生何とでもなる。私が YouTube 始めたのも、来月の家賃が全然払えそうになくて、今から YouTube 始めたらなんとかなるかなと思って始めたら、無事収益化間に合って払えたり、本当に死にかけるような事故とかで、なんでか生きてたりみたいなことが結構あるので、人生何とでもなるって思ってるし、そう思いたいですね。実在してますか？実在しています。そんな実存の私にあるイベント、チキンドドドというような展示、6月24日渋谷の青山にて開催が決定しました。モルゲングッズ作ってほしいです。絶対買います。合わせてグッズも販売します。グッズの販売は6月2日20時から6月12日正午の12時までオンラインで受注販売を行います。イベントでも同じものを販売予定です。オンラインでは受注販売となりますので、お届けは8月中旬頃予定しております。 ということで、イベントを開催させていただくことになりました。なんか私が撮り下ろした写真とか、詩とか簡単な文章みたいなものを展示します。
私もずっといるので、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。先日インスタグラムのストーリーのアンケートの方で、本当にたくさんの方が来場予定だとお答えしてくださったので、先着順にはなるんですけど、時間別の整理券をちょっと販売します。チケット代は500円で、購入いただいた方には入場時に当日のグッズの購入で使える500円のクーポンをお渡しします。時間別の整理券のチケットをお持ちでない方も、当日の本当に混雑次第にはなってしまうんですけれども、お並びいただいて入場が可能です。詳しい注意事項はチケット購入ページでご確認ください。イベントではグッズを3000円以上ご購入いただければ、チェキ撮影の特典会も行う予定です。こちらはオンラインでの購入は対象外になりますので、ご注意ください。あと展示の後にちょっとちっちゃいトークショーみたいなものがあるんですけど、そのグッズの購入1回券につき抽選券を1枚お渡しして、そこで当選した方はそのトークショーにご参加いただけることになっています。抽選はその場で行うので、すぐに結果が分かる形になっています。イベントの開始時間が多分私の生活リズムに多分合わせてくれて、16時からなんですよねなんで結構その後トークショーにも参加するってなると結構時間が遅くなってしまうので、あんまり無理しないでください。グッズの販売、イベントのチケット、どちらもこの動画の概要欄からアクセスできますので、詳細はそちらをご覧ください。はい。